さあということで、はい、パワポケ R、はい、サクセス、はい、続きやっていきましょう。お願いします。はい、はい、前回ですね、秋季大会ね、優勝したにもかかわらず、うん、このいろんな悪事がバレて、うん、全てを背負って一旦、はい、欠場したと、甲子園をね、はい、俺はもうネットフリックスでドラマ見てるぐらいの感じになってる。わかる、シナリオがね、面白いですね、やばいね、ほんと、よっぽどいいシナリオライト、いろんなことが絡み合ってね、そうですね、続きが気になる。はい、はい、だこういう新生、今から生まれ変わったところからスタートですから、はい、行きましょうか。はい、まずはじゃあ練習より練習ですか、練習でいいのかな、体力も、まあ、でもちょっと削れる、今 4% か、タフさも見て、あれタフすごい、だいぶタフですね、血の気が全然ない、いいですね、今一番いい状態、うん、能力は、あ、じゃあこれ振っちゃう、先振っちゃえば筋トレもできる、ミーとディーンできそうかな、あ、いいね、あー、いかない、あ、いかない、微妙にいかない、素早さ、呼吸、呼吸だ、呼吸、呼吸だけ異様に、確かに守備力低くこれで、はい、弾道曲げなきゃな、そうだね、はい、筋トレやりたいのに、筋トレして、筋トレいきましょう、 6%は大丈夫でしょう、まあね、これもタフさ上がるのか、おっ、おっ、いいです、神田君の人形、神田君の人形、はいはいはい、このゲームわ、どうする、ちょっと待って、前あったよ、ガチャガチャのね、はいはいはい、不穏なガチャガチャあったよ、1回だけや、いや、まあ、うん、1回だけ行く、どん底まで落ちたよね、やってみるか、1回行こう、おっ、あ、でもおポロ、おっ、このパターンだー、またこのパターンか、どうする、やめようよ、あったよね、いや、まあそうっすね、取れない、行く、でも行けばできるパターンもあんのかな、これできたらすごいあれかな、ま、はい、もしかしたら何回って決めてやる、4回、はい、4回まで行きましょう、さすがに、はいはいはい、うん、うーん、あのパターンだ、ちょっとやめて、3回目、もうやめてくれよ、取れていいだろう、3回目、ガチャガチャの時結構やったもんね、うん、あれ取れてくれよ、4回目いくよ、ラスト、はい、はい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 、もうダメか、あ、もうやめますか、やめよう、やめようか、もうやめよう、チクショー、結構下がったな、チクショー、ちょっとやった分下がったね、4下がったな、もう二度とやんない、もうやんない、はい、消えます、マジでやんねえわ、あれ試合がしたいな、試合したい、あともう妨害もあるけど、どうなんだろう、あ、電話だ、妨害、そうですね、おっと電話だ、誰だ、あれ、あ、あ、出た、マリコ、ギャルのマリコだ、マリコ、ゲーセンであったマリコ、あのさ、ちょっと困ってんだけどさ、ちょっと来てくんないかな、え、あの、じゃあいつものとこで待ってるからね、ゲーセンかな、いつものところ、すぐ来てね、じゃあね、ドクターマリコマリコ、あいつか、なんで俺のところに、間違い電話か、でもこうやってるみたいです、うん、どうする、ゲーセンだ、まあ行きますか、まあ、行く、嫌な思いしたばっかだけどな、はい、ゲーセンで、もう行きたくないんですけどね、いたいた、マー君、マー君、 あれ間違い、わぁ、超最低、間違えちゃったんだ、おいおい、お腹空いてきたけどって言ってる、いい感じ、おい、メッシー、マー君はメッシーなんだな、きっとな、なんか怒ってくれないだけど、仕方ないか、ありがとう、さあ行こう、 ちょっとマリコの、ちょっとマリコとの、うん、まあ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 、グッチョ、うわうわ、おい、なんでグラウンドに乗せてんだよ、うんこも、カメだ、てめえカメだ、いるな、こやつみたいな、ラオくん、うんこマンディアンス、高校ですよ、何が言い出すんだな、なになに、平山もな、誰がうんこマンだって、最悪、うわ、この三つ子も来たよ、地獄、うん、こいつらそう、あ、変な頭ついてた、やばいやばいやばい、やる気めっちゃ下がってる、やる気あげんのなんだっけ、色付きか練習が全くできない、ゲーセンからだあれのせいですね、狂った自宅で、まあでもやる気もどうなんだろう、どっかで上がるか、どっかで練習、練習しとこう、はい、筋力でももらえるポイントが下がるちょっとね、多少ね、多少でも2しか下がってなかった、
今日も頑張ったな。あ、ゆきちゃん、いいじゃん。あ、これはやる気あげて、やる気。これ最高のイベント。はい、これは飲む。よし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 、ありがてー。ゆきちゃん、ゆきちゃん、筋力72。おー、でもだいぶ30。あー、5% で。あ、ちょっとした怪我をしたのか。うわー、でも体力がだいぶ下がったぐらいか。まあいいか、大丈夫、やる気も下がった。まあ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 、多少の怪我はね。練習行こう。あれ、あそこにいるのゆきちゃん。あら、あ、見たか、見たか。あ、大駒先輩、すごいや。もうこも、ゆきも呼んでんのか。すごい、これもう、おい、ゆきちゃんも呼んでんのか。これはもう脈なしだろ。いや、ゆきちゃんじゃないよ、大駒先輩って。うんこも、誰がうんこマンダーだろ。ゆき入れてんだよ、先輩と話してたから。そんなんじゃないよ、やっぱり。そうなんだ、ゆき嬉しい。あ、ちょっとこの嫉妬をやしたね、うん、なんかうんこマン先輩に、まずうんこマン先輩をやめさせろ。まずね、一刻も早く、うん、どうしたらいいんだよ、うんこマン先輩。治るのか、あれ。やる気あげたいな。もうちょい上げていきたい。29、これだいぶ筋力、我慢して筋力を。あ、あ、あ、もういいよ。え、これそのイベントかな。大丈夫博士来たよ。どうしますこれ。私ドイツからやるんすか。やってきた大丈夫博士ね。あなたスポーツマンですね。なんかやる気あげるとかにしますね。プリーズあれば。何をやるかだね。怪しい場所だな。研究室へウェルカム。出た、あなたの望み叶えてあげます。いやー出るなー。スポーツ医学の天才。どうする。75% パーフェクトです。健康になる。健康になるは何、怪我とかかな。あ、疲れを取るが体力、体力かな。丈夫にするはタフ、タフ。もうこれ能力パワーアップするか。いやもうこれ本当に、いや能力パワーアップでしょ。行こうぜ。マジっすか。総合力で、うん、大丈夫、総合力はあるから、チームの。まあまあこいね、最悪ね、魔王が弱くても。そうね、行くぞ、行くぞ。うわ、 40% ぐらいだっけ。どんぐらいなんでしたっけ、確率。確かさっき 5% で怪我したんだよ。そう、まあ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 、そうか、そう。じゃあこれ絶対成功する。絶対成功だ。行くぜ。、うん、40%。 いけるいけるいける、いくぜ、うん、40% の練習って怪我するもんね、大体。はいはい、お願いお願い。ガチャで、なんかのガチャで 40% 出るガチャだったら確率高ってなりますね。そうだね、そうそう。ほい、お、あ、おんの、あ、あ、あ、失敗だ。もんか。もう地獄だよ。うんこマンって言われる。追い打ち。リセット、リセット案件。大丈夫、やるやる。まあ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 。大丈夫、繰り返しましょう。ゆきちゃんが、ゆきちゃんがボタンを塗ってくれました。お、見たか。お、チャンスメーカー、いいぞ。でもそんなに変わってないか、はい、パワーがちょっと下がったぐらい、うん、まあ、すぐ現状復帰。寂しいな。まあ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 、もう一回来い。妨害ってどうなんだろうね。なんかある、起こるんすかね。まあ、まだでも高校の存在とか出てきてないから。ああ、なるほどね、出てきてからでいい、うん、もうとにかくパワー上げる。まずはね、そうだね、うん、あ、うんこマンくん、僕、そろそろ僕帰る。あ、佐藤だ。え、どうして、テレビで UFO 特集。おい、おい、佐藤、佐藤のこういうね、プライベートの部分知らなかったからな。その番組7時からなんだけど、僕家まで2時間かかる。どっから来てんだよ。だから、いや、まあ、どうすんの、帰って。佐藤はいいよ、佐藤はいいか、うん、ありがとう、じゃあ、うん、あ、やべやべ、そういうパターンか。おい、うんこまん、うんこまん、
佐藤なんで返してるんじゃ。確かにやる気のない人が練習してる。やべ、もっとしか、あーやべ、危ないな、やべ、あでも弱気になってきた。佐藤のパワー3上がったよ。なんで佐藤の能力上がった。うわなんかもめ事かだ。あ出た、元マリコだ。何度も言っている、ここは高校生立ち入り禁止だ。それって超ムカつく。なんで私だけに言うの。やだ最低。やるだな。あの子はいつかの。これ一発助けようか。助ける、うん、待ってください。彼女ここで待ち合わせしてたんです。あちゃんと合わせてくれた。そうなの、うん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 、そうなんです。なるほど、なるほど。あ、あよかったよかった、助けた本当に。ふうサンキュー、助かった。感謝するけどこのナンパは超ダサ。私と付き合いたいのはもうちょっとかっこよくね。じゃあそんなんじゃないのに。助けて損した。でもマジか。あでもうんこまくん何してるでやんす。かっこ悪いでやんす。むちゃくちゃ、むちゃくちゃ、バコって殴った。むちゃくちゃして、あれ殴ったよ。でもうやる気がゼロだよ。やる気なんとか上げていい。なんだこれ。自宅いい、いいよ。なんか趣味やって。なんだ昔父さん買ってくれた、あ、ね、メジャーリーグのカードセット、セット。鈴木くんにあげたら喜ぶから。好きなんだメジャーリーグ。うんこまくん、これはうんこまくんの。あ、あ、いいやつなんです。いいやつ、自分で持っていた方がいいよ。鈍いでやんすね。鈴木はそのカードに価値がないって。あ、そんなことはないよ。このシーズンは揃い終わってるんだ。あ、まあ全部もらっておいてくれよ。そうかい。じゃあうんこまくん、これはあれ、これはガムのおまけのやつだな。大きさが同じくらいだから混じってたんだ。そんなもの捨てて触るなお、ルーキーカードの金箔押しのミスプリント。こういうの価値高いですよね。あね、そうミスは、うん、すごいものただでもらうわけにいかない。練習してくれさえいればね、うんうん、お、鈴木が覚醒、覚醒しろ。鈴木覚醒しろ。お、能力上がった、能力上がったぞ。おお覚醒した。こういうのもあるから意外と、そうだね、意外とありですね。言ってもいいね、うん、野球部の玉拾いですか。背が出ますな、うん、玉拾いはもうプロですよ。いいな先生。あ、当たった、やばい、陽子先生、ボール当たった。もう危ないじゃない。おい、カメだ。なんでやんす、外野から投げ返してんな。玉拾いやってるうちに肩良くなってんの。陽子先生覚醒してる。いいよ陽子先生覚醒しなくて。うんこマットを探して、アスカも呼んでんのかよ。もう忘れてたな。イブラシとか出かけない。そう、アスカが一番多分好感度上がってると思う。アスカどうする、どこ、どこ行く。まあ夜景か。いや寒いよね、でもクリスマス。そうか、焼肉、はい、映画、まあ映画一番ベタ、うん、映画が無難だよね。エヴァ見る、うん、なんでエヴァ見に。そうなエヴァ、まあ、ありか、ありっすね。映画行きます。羨ましいでやんす。やばい、ついてきちゃう。ついてくるね。今日楽しかったよ、私も。あ、プレゼント出しましょうよ。確かに、うん、お、いいよいいよ、嬉しい。おせおせ、ありがとう、うんこまんか。よし、やる気上がった。いいね、交換。お、弱くなった。いいね、いいね、アスカありがとう。妨害やってもいいよ、もしあるの。うん、クリスマスに。あ、クリスマスか、誘う。ちょっと見てみて、あの、誰が交換動機の回か。アスカ以外誘うんすか。アスカか、もう一回。あ、誘えない、誘えない。ヨコ先生、先生、なんで言うの。ヨコ先生さ、じゃ回復でいいかも、回復しよう。はい、ね、正月。そうか、これで正月だもんね。うん、お、あ、誰、アスカ来い、アスカ来い。あ、あ、サトミ、サトミだ。今度一緒に、映画ドーム。サトミ、サトミ、サトミ、サトミはやめとくか。いやでもかわいそうだよね。まあまあね、あとまあまあ断ったらかわいそう、まあまあまあ、一応ね、うん、結構面白かったね。僕てこが一人で十分に大丈夫。うんこ、あ、これからも付き合ってる。え、そう、もちろんで。いや、まあまあもちろんでいいか、別に。あれ、あれ、シュッ。さっきゼロだったよね、好感度。あれ、あれ、え、え、急に。50上がった。
しまった。もうやらかした。おいおいおい。女はわかんねえかわかんねえな。わかんねえもんだな。マジで？アスカ。アスカとデートしようとしてた矢先に、やっぱ数値じゃ測れないんだよ。うわ。こんなことあんだ。彼女になってた。まあまあいいかでもまあな。いいね、うん、ちょっとこのねチョロ毛が可愛いから。うんうんうん、せっかく誘いに来たのにムカつくでやんす。これ大事よ。うん、迷信とかいうのさて振ってと大吉来い。えい大凶。えぇ、ー、え、何大ラッキー。大ラッキーね。こういう時の大凶はほとんどないの。うん、なるほど。それをわざわざ引いた今年の成功。おー、ポジティブ。いい、わ、いいね。いい彼女だな。おお、オーケー。よしよしよし、いいね。いいぞ、さとみ。結果が、うん、めちゃくちゃ良かったね。いいよ。練習し、練習していくぞ。筋力上げて、パワーと弾道。いい？はい。行きましょう。そうだね。とりあえずある程度筋力やってから、うん、そろそろあれもやる？守備。そうっすね。弾道上げたい。なんか匂わないか。総力かからじゃないか。あ、なんだこれは。選択しないよりも誰だ？うわー、パルオ。濃いなー。洗えばろ、うん、マネージャーには髪も切れん。ユキちゃんにそのことはさせちゃう。間違いない。もう分かったんだな。亀田先輩、さっきです。おい！やらしてた。亀田君の評価どうですか？下がった。亀田、いい加減にしろよ。どうだ？もうちょい、もうちょいやるか。もうちょいやりますか。もうちょい筋トレ？うん、次、これラストぐらい。7パンだって。15までいける。うん、次ぐらいから技術回復するか。回復して、うん、よし、いいぞいいぞ。いい感じ。やる気上がんねえかな。やる気欲しい。あれ、あ、出た。村上の親父、ちと妙なことになっております。どうした？高校の運動部で爆発事件やら何を、妙な事故が起きる。その事故を起きるとか怪しい連中を見て、あ、ここも絡まってくんの。それが2種類いるで、片方は頭にプロパン、もう一人は例の極悪高校野球部の、え、うん、どういうことなのか知らんと。やべえ、もうちょっと妨害やんない方がいいのかな、うん、どうも。とりあえず守備練習、はいはい、妨害確かにね、ノックでいいかな。技術、あ、こっちの方がいいのか。素早さ、あ、いいですね。あ、でも素早さも上げたい。素早さでもそんないらないんじゃないですか、ラオウ。うん、ラオウはあとスナッピングやっといて、ミートも上げたいよね。ミートも上げたいですね、うん、じゃあトスバッティングちょうどいいかも。はい、バレンタインで、これはね、彼女がいますから。さとみ、はい、どうぞ。いいね、手作り。あれ、さとみもいいか。オッケー、やる気いいね。そっか、彼女と。そうだね、さとみと連絡取れば。なんで陽子先生、あ、あ、彼女になんなきゃダメなんだ。やる気上げられるけど、うん、そうだね。いい、一回いいっすよ、行ってみようか。デート。さとみか。明日どっか休み行かない？どこ行く？あ、ゲーセン。ゲーセン好きだな。やべえ、ゲーセン。メダルをかけてポーカーできるの、ゲームマシンで。人間のディーラーがいるの。ギャンブルの醍醐味に。大丈夫か？とんでもねえゲーセンだな。試しに俺もやってみるか。闇カジノじゃねえか、大丈夫か？あ、勝った。お、いいね。オーケー、オッケー。血の気もすげえ減った。めっちゃいい。いいね、先輩、お疲れ様です。あ、オッケーオッケー、これ一番いい。でも彼女できた後はいいのかな。お、やる気、やる気めちゃくちゃ上がった。よし、これでもう練習効率も上がるだろう。あ、あ、おい、やばい、おいおいおい、あれ、うん、もううんこマン。え、おいうんこだ、おいうんこ、おいうんこマン。ラオくんうんこマンでやす。このイベント何だよ、やばい、どういうこと、もううんこマンだよ。秀山も来た、銀次も来た。なんかいや、ついてたよ。もううんこマンだろ、俺は。なんだその怒り方、俺はもううんこマンだ。いいね、いいね。もうだいぶ練習効率上がって、ああ、だいぶ上がったね。やっぱやる気があるから、うん、うん、大事。どうする？まあ、もう上がりそうですけどね。まあ、もうちょっと、はい、うん、いいね、トスバッティング。やっぱホームラン打つには弾道と、うんうん、あとミートも欲しい。ミートも欲しい。ちょっと見てみるね、うん、いいね。どうする？あげましょう。どっちを？弾道、弾道、ミート、ミートも OK。 一旦これで、はい、
弾道は4にしたい。ホームランバッターだから6。うん、いける。オッケー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 。よし、いい選手にしてくぞ。あ、あら、そうした、来た。親父、ちょっと相談があるんじゃん。あの、後にせ、今プロペラ弾のことで忙しいんじゃん。なんじゃのそれは。アメリカから来た得体の知れん連中じゃん。いろんな名前を使ってプロレスとサッカーの団体を次々に買い取っておる。テニス、ゴルフ、ボクシングにも手を出しているようですぜ。ということじゃ。里見と、あ、ちょっと待って、付き合ってるぞ。もうちょっとが仕方ない、自分でやるしかない。あれ、里見握手だった大丈夫。やべえな、なんでこうなってしまったんだ。すごいストーリーだな。里見を守ってあげられるのはラオウしかいないよ。何このストーリー、うん、こんな予想してなかったね、はい、スバッティン。もうすぐ春の大会とかも始まりそうっすね、うん、確かに、うん、あれは、あ、里見、里見だ。三鷹はいろんな女の子といるな。あれあれ、おや、うんこマンか。奇遇だね。さっき里見と何を話してたんだ。うんこマンだ。ちょっとした世間話だよ。なんだ。あ、そうそう、自分の彼女を大事にした方がいいよ。あれ、それじゃあ、やべえ、いいやつなんだ。何え、あ、なんで下がんだ。なんで里見、えなんだよ。なんで三鷹のコントロール上がんだ。どうしよう、不眠症直す。まあ、不眠症は直したいですね、やる気とか下がりそうだから。取材に、あれなんだ、取材されてる。父ちゃんが、何の野球部のことは知ってるから。それが何か、いや、なんでもない。あ、ちょっと探り入れてる。よし、後で調べておく。やばい、新聞記者が動いちゃう。里峰を守らなきゃだよ。ダメだ、新学期来たよ。第3章始まった。疾風怒涛編。これな、かっこいい。いいっすね。わ、何これ。あれ、ガイド。あ、ガイドだ。職人。ガイドさん。あれ、職人になってないですか。わしやわし、マスクしてない。ガイドさん、敵屋で就職したのか。敵屋に就職とかあんすか。あんなマスクつれないと。今年も新しく入った分野なしか。あー、そっか、新入部員ないのか。たこ焼き屋になった。たこ焼き屋なのね。差し入れを持っている。いいねー。いいかもしんない。さあ、どうする。まあ、そうか、トスか。トスいっとく。はい。そうだね、うん、いいの。血の毛も下がってきてます。はい、よしよし。わ、弾道上げなくていいもん。いいよね、一回いいか。ニートはパワーも B に乗りそうですね。パワー上げたいよね、本当は。 B に乗せますか。乗せちゃう。そうだね、はい、うん。あ、待ってやっぱ技術使っとかないとパワー、筋力上げるの大変だよ。そうか、じゃあ弾道上げますか。弾道かミート、ミート C にします、うん、あ、C、それでもいいのか。それいいと思う。で、そっからのがいいと思う。まあ、一旦5ぐらいにする。はい、はい、いいよ、打撃はだいぶね。CC、 あれがなくなった。何、あ、妨害工作。妨害が、うん、本当だ。いいんじゃない。逆にそうだ、生まれ変わったんだからね、うん、でなんかストーリーがあったのかもしれない。そうなると、あ、だって一個一個がさ、無駄じゃないんだよね。そう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 、何やっても、ね、うん、カードを、うん、自宅でカード探して鈴木の能力が上がったし、うん、あ、陽子先生がすごい。あー、なるほど、テニスラケットで。いいですね、工夫してる。ノックをし始めてる。まあまあ、次こそはバットでガンガン打てるように練習してる、うん、いい先生だ。練習すごい先生だ。いいっすね。おっしゃ、やる気上がった。これはやる気上がるよ。能力も上がった。いい先生。いい先生だな。あ、来た、京都。た、もう面白くないわ、その上今日は。いや、この間電話した。ああ、やだな。ずっとしとけよ、教頭よ。したいらしいけど、どうしてまた。やだな。去年の甲子園辞退騒ぎ、お忘れですか。連載記事にすると、やばい。連載するの、何に来たらしい。なんでも2年前に、ああ、野球部一応全滅した。いきさつなど。おい、こいつに聞くんじゃねえよ。うん、
どうせなら利用した方が賢い。やべやべ、全滅したわけじゃないの。うんこマンと、うんこマンってお前も呼んでんのか教頭もうんこマンって呼んでた。そのあたりのこと詳しく教えてあげましょう。誰ですかって言う。あれなんだ、あれ回避できたのかよ、あのイベント。みんなうんこマンになっちゃうの、これやってたの、このゲーム。マジで、なんなんだよ。どうなってんの。絶好調、いいな。うん、俺やべでやす。あれ、あ、お、やべだ。 G って書いてますよね。なんで、え、なんで同じ帽子かぶってんの。パワフルじゃなかったよね。P じゃなかった。君って本当に仮面だっけ。偶然でやんすね。オイラの父親もやべって言うの。なんてこと。どういうこと。複雑だな。どうして君のお父さんか。確かに。うんこマン君遅れてるでやんす。今は結婚しても姓は変えないでいいでやんすよ。ややこしい。亀田君のお父さんってどんな人。毎日生活費を持ってくるだけでやんすからよくわかんないでやんす。確かに複雑だな。兄弟なのか。双子説。あ、ありえますね。三鷹光一。いや三鷹君不遂だね。監修に浸ってるのがわからないのか。むずいなこいつ。初恋と失恋の記憶だよ。うっとうしいね。そうだな、確か小学校に入学する前だな。どうだ。おいおい、でもフォーク、おい、すげえな。三鷹めっちゃいいね。三鷹が覚醒してくノックとかもしてく。まあ守備上げたいならノックですよね、うん、守備力も上げた方がいい。ちょっとぐらい上げたいよね、はい、上げたい。 いいぐらいにはしたいね。でも練習できてるよ最近は、はい。なんかある、うろつきとかやることある。うろつきとかやってもいいかも。守備力ひどいな。守備力ひどいね。あともあ、でもいいにはいい。こんなガンガン上がるんだ。あ、いいよ、無理か、素早さだったね。そうだね、いいか。じゃあノックやってもいいね。そうだね、はい。 7% はいけるか。オッケーオッケー。ふぅ、いいですよ。試合まであと8周とか言ってる。8周、おぉ、なんかうろつきも、うろつきね、あ、歩き、まあ、回復か。あ、あと彼女、彼女にやらないと。確かに、そうか、ほっときすぎてるとね。そうだ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 、ね、ぼちぼち、ぼちぼち連絡しないといけないのか。そうだね、でもやる気絶好調になっちゃったな。あ、ほんとだ。でもほっといちゃうと、うん、電話しようか。まあ、最悪、もう練習して電話する。振られてアスカ行くっていう手もありますけど、ね、いや、すげえこと考えてないほんとに高校生だあと、うろつきもなんかやりたいよね。あ、やべ、え、あれやばい。こうやって、あれだ、離れてくる。そうか、誘う、誘いましょう、うん、危ない危ない、取られちゃう。取られちゃうって言ってんじゃん、ね、さっきと全然違うよ。あ、あれ、ちょっと、不穏だな、三鷹に。やばいやばいやばい。他に好きな人ができたの。もう一発か。思いすぎてもな。まあ最悪そうなったらもうそうなったっすよ。そうだね、そうだね、うんうん、でも能力とかどん底まで落ちそうに。やる気とか下がんのかな。ああ、ちょっと 6% 7% やばい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 。うわうわ、難しいな。このやる気が下がったのはあれだな、里見がなんとかしてくれると。あ、来た、あ、来た、里見来てくれる。やっぱり、いや、いや、オッケーオッケーオッケー。2周、これ痛いな。嬉しい。うん、オッケー。里見が何回も来てくれる。毎回来てくれる。あれ、ああ、そういうことか。うわぁ、すごい髪型。すごいな。やばいやばい、やばい、間に合う。3周あと。誕生日を病院で。最悪な。おい、頼むよ。あと2週頼むよ。全治2週だから、お願い。おし、危ねー、間に合った。大会間に合った、ドラマティック。あ、出た、ラオ君にやる気を出す。今年中に試合に勝たなきゃ敗北。あ、こいついい風に言ってる。野球部の顧問だって言っちゃった。あ、おいおいおい、なんとかごまかしきらないと。ちょうどいいところに来た。あ、野球部があるのはラオウ君と顧問の先生のおかげよね。そうなんだな。なんとか私って言わずに。どうして教頭先生。あなたは練習に戻りなさいね。
まあ、まあ世間の評価が上がってるんならまあ、うん、ただやばいやばい、この配分になってるから妨害工作してたみたいに繋がっちゃう可能性が、B まで行ったのに行かないですね、パワー足りない。あ、 B まで行ってないのか、さっき1位。まあどうします、守備とか上げます、守備上げと、守備上げたい、守備いいんですよ、守備呼吸もね、うん、でもいいか、肩、肩どうだろう、肩でもそんな、ファーストだっけ、ファーストですね、うん、じゃあいいか、はい、うん、まあ C、C あるから回復でいいのか、うん、はい、結構怪我するな試合、そうだね、全然試合やってないなあ、でしょ、あ、出た、夏の大会、特別に重要なんだ、万が一負けてないな、アメリカオンボは世界的スポーツメーカーダイキの、ダイキみたいな、買収に動いている、なるほど、ダイキ買収できたらやばい、世界の金持ちの味方に、それはプロペラバダムが世界のスポーツ試合する力、はい、あの二人、あの二人って誰、あの二人もチームに参加している、誰だ、より強くなったんだ、最初の、いきなり、やばいやばいやば、初戦が96号、極悪高校の調査レポートできてある、 あまだいんの、かなり嘘を混ぜていますが、あの学校潰す、おいおい彼氏だぞ、そして負けるように脅すのだ、はい、さとみー、おい、さとみ、さとみ頼むぞ、さとみは味方であってくれ、どうしよう、トスバッティングでいく、うん、そうですね、これで B 乗るそうな気しますけどね、 B 乗せとく、確かに試合だから、うん、オッケー、オッケー、いいんじゃない、いいぞいいぞ、 CB、 いいぞ、さあ試合だ、来た、よしよし、行くぞ、ここ頑張ろう、鋼強し、ラストチャンスか、さあ最後に、え、ちょっと待って、マジで大事だな、大変です、何、テレビ見てください、何、ここがここがリードしてるじゃないか、え、さとみ、さとみどうした、いけるいけるぞ、勝つぞみんな、ここがここ大したもんだ、だが我々刀受けやばけ、やむ、何、あの二人を使うか、あの二人って何、アンソン、ドナルド、やってこいオッケー、いくよ、うわ緊張する、こっちボブいるから、そうですね、こっちも助っ人外国人いる、三鷹絶好調でしたよ、よっしゃピッチャー、このまま三鷹来い、勝ってるよ、よっしゃ、守備からここ大事、長根強し、三鷹だ、三鷹いい、めっちゃいい、三鷹めっちゃ強い、スタミナもまだ全然ある、惜しい、コントロールも良さそうだ、良さそう、変化球相当いいわ、惜しい、よしよしよし、惜しい、オッケー、打たせとる、アンソンだ、アンソン来た、アンソンモブキャラみたいな顔してる、ナイス、ナイスボール、オッケー、オッケー、オッケー、いいぞ伊藤、伊藤、オッケー、ナイス、ナイス、いいところ、ナイス、はい、ナイス、打たせて取ってる、はい、オッケー、はいはい、勝てるぞ、勝てるぞ、三鷹から、お、ツーベ、あ、すげえ、これいけるでしょ、いった、よし、おい、ナイス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 、ダッシュはないか、カチカチないか、はい、ボブ、ボブは、ボブ打ってるね、うわー、ナイス、いい、よし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 。いいぞいいぞ、え、ノーアウト2、3塁、次誰だ、3番か、あ、パローパローだ、2番か、パロー、2番、走力速いから、敬遠策だ、そのままじゃ、あ、お、違う、違う、敬遠しないだろパローだぞ、パローか、パロー敬遠しないだろ、うん、これ敬遠っぽい、あ、なんかあれか、スクイズ警戒してんのか、あ、そうかも、ナイス、ナイス、よしよし、打ちゴロだぞ、よし、オッケー、で、水原ね、水原、いいバッター、オッケー、いいよ、余裕余裕、やまびこ打線、まっすぐ打ちゴロですわ、来た、ぶち込んでやれ、ここでもぶち込んで繊維を喪失させましょう、一球目だ、絶不調って、うん、はい、本当です、止まん中をすくい上げてやるぜ、はい、はいはい、ボール成功、
ファイボール先行。ちょっと待って。おい！どう？ダメじゃない。いやでも十分。じゃないけど。そうしそう。ナイス。ナイス。クソホームラン打ちたかったけど。でラオ来た。ラオかな。ラオと来た。どうぞ。打てるぞ。どうなんじゃない？俺や。おい！素晴らしい。一ゴロの球。鋼強し。いいねラオ。さようなら。そうか、これコールドにはなんないってことだよ。いやもうそんなもん。普通にボンダ。ちょっとかっこいいとこ見せると思って。カーブに手出した。あ、やばい。カーブ打って引っ掛け出した。銀次ね。俺が打つ。こうなんですか。まあこうやって打つんですよ。うまいな。今のいいな。鋭い打球。見たか。わあ惜しい。見たかパワー F か。ああカーブだ。カーブがちらついてるぞ。カーブ。おナイスカットナイスカット。いいよ。あれあ惜しい。ちょっとカーブで。おナイス。はいはいはい、ナイスナイス。ストレートで押してくるなんて無理なんだよ。そうですね、内ゴロのストレートだわ。ボブいいのよ。ボブよしよしよし、余裕じゃん。よしよしよし、全然強いわ。もうチーム力でね。はい、こんだけあればもういいでしょ。ホームラン狙います。ブイ入れ、いったか、入れ。走者一掃。ホームランの打ち方こうやんだよ。あれ次誰だっけ。水原。あ、変わった。あ、水原か。変わった。すごい。水原はそのホームランバッターじゃないですからね。はい。うわー、力入ってる。はい。うわ、打った打った。水原で打った。貯めろよ、ラオの。ラオまで。あ、そう、能力も上がりますしね。大事。はい。もうど真ん中しか投げねえじゃん。もう繊維が漏れてんすよ。はい、もう一本ね、もう一本。やめてくれ。一回行きな。おい、ラオで打つんだよ。でど真ん中。あ、おい、おい、ボンダはないだろ。いや、いやもう12点取っ。オッケー、オッケー、完投勝利。危ね、油断すんなよ、見たか。他のピッチャーどんなんか見るっていうのもありですよね。おお、いい守備。うん、パロー見たか。コントロールし、スタミナ B、うん、いいピッチャーだな。いいピッチャーだね。いいね。やっぱ1年の時だったからなんだね。そんなでもないなってなってる。はい、ちゃんと完成してる。育ってね。はい。うわ、ナイス。ナイピナイピ。ストレートでアウト取れもいいよ。変化球はいいから。ストレートは生きる。うん、そうだね。フォーク。オッケー。素晴らしい。ゲームセット。いいピッチャーだな。面白い。さあ勝利。いやこれ勝ちましたよ。うん、どうなんの？これは更新じゃないのかな。まだ初戦つってたもんね。そうですね。地方大会に。里に戻ってこい。買ったぞ。外国の人を使って。いやボブいるだろ。うん、甲子園に行きたい気持ちをこっちが上回ってたんだ。うん、勝って勝ったら勝ちまくるぞ。いいよ。いいぞ、みんなの上がってる。みんなのパワーも上がって、うん、いいね。よしよしよし、オッケー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 。めっちゃ上がってる、めっちゃ上がってる。うわいいね。おすげえ。うわ、え、なんでどうした。カネオとか銀次とかパローとかどうしたの。え、どうした。あれガイド、あれこれなんだ。なんで見たの。あれ本当だ。あれやめたもん。なんでなんだよ。たこ焼き、たこ焼き屋の格好で来いよ。学校の人に止めておるで。おい、いやいや大丈夫か。たまにはいいでやす。いやちょっとこれ断りましょう。なんか自走のやばそう。練習しとくか。はい。あれ亀田先輩たちドライブでタイヤ買ってきた。あーラッキー。その行かなくていいよ。いいね、いいね。いいね、こっちのがいいわ。あれあれ、でも
オッケー、こっちの方が全然いい。全然いいね。全然いい。うん。よしよしよし。行かなくてよかった。よかった。来た。よし。試合前になぜ僕はこう、やばい、里見が野球部の人たちあんなに一生懸命練習してたの。わざと負けたりするわけないでしょ。96は裏切ったな。へへん。これでプロペラ団もおしまいね。大輝の買収に組織の資金をほとんど突っ込んでるんでしょ。大東亜学園が1回戦負けじゃ誰もプロペラ団にありがとうお金なんて出さないわよ。それが違うのだな。え、今日洗脳学園が甲子園、あ、洗脳学園甲子園出場決めた。ほう、あ、プロペラ団の、なるほど。ドクター大丈夫、あれ彼の技を持ち入れば、お前はあ、そっち側の人間だったもん。大丈夫博士、わざと失敗したな、あいつ。なんだあいつ、バカなやつ。うわ、すごい恐ろしいことしてるわ。やべえ、プロペラ団が世界の娯楽スポーツを試合する一局だ。さてと96号国学高校のレポートはどこだ。糸橋小鉄は命ぐらい助けて。知らないわ。やばい、里見、さとみ、里見地下に閉じ込められちゃった。うろつきで助け行く。いや、そんなうろつきできんの、電話とかはできんの。